じゃあ早速、ハッピージャグラー V3 やっていきたいと思います。お願いします。日曜日、はい、人がちょっと多めです。で、お店はもうあれです、熱波市のお店、ちょっとあの取材対象になってて、まあ15台あるんですけど、まあ、3分の1以上に入るという、そんな内容です。で、結構ね、あの日曜日このお店さん、最近というかもうずっとね、ジャグラーに力入れてるイメージで、お、チェリーなぁ、一発つもならず今日はハッピー、ファンキー、アイムかな、そのあたりが3分の1以上あるということでね、結構ジャグラーが埋まり早かったです。まあ、僕も200いなかったかな、中で81番、入らせてもらって、まあ、第一本命はね、もうちょっと向こうの入り口が中央通路側のね、お、ハッピーだったんですけど、そこはね取られてて、はい、まあ、第二希望のこの台にしました。一応4ゴロで最低6が1台かなって感じみたいなので、まあ4もね結構あると思うんですけど、まあハッピーの4は、まあ、言っても104%近くあると思うんで、まあまあまあ、もうそこでもいいかなと思ってます。はい、で、まあまあ、まずは順押しからかな。まあハッピーね、中押し逆押しもあるけど、こういうねピエロ下段、右ね、上中に赤7か、まあ、個人的には順押しがね、もうあのピエロとベル両方取れないとこ押してるんですけど、まあ、そっちが一番楽しいかなと今は思ってます。さあ設定ね、積もるんであれば朝一できるだけ早いので欲しい一発。わあ、今すみません、これブドウ付きのバー冗談なんですけど、これ子役外れなので2角やったね、101ゲーム100で、うわー思ってたけど、さあどっち、レギュラーオッケーオッケー。まあまあ朝一はね、ほんまに当たってくれるだけでいいよ。単独レギュラーと、はい、いきましょう。朝一ね、もうほんまにもうちょっと連チャンしてね、固まった出玉もらえたらな。おお、来たよ、来た。38ゲーム早いよっすんどめ祭り。さあありがとうございます。ビッグ、ナイスナイス、いいよいやー、とりあえずね連チャンした。よしよし、行きましょう。前も前代系のお店でやっぱりね、突き抜ける台が当たりでしたね、その朝一、めっちゃ出てたんですけど、まあ、最終的に多分5000枚ぐらい出てたな。あれがもしかしたら6なのかもしれないですね。お前はどうなんだ、
こにライト当てたらね、設定ヒント出るみたいな。あー先光りふわー、24ゲーム。さあ先光りはチェリーなんでそのまま狙って OK です。ほっレギュラー、いやー今のはビッグが良かったな。いや今のビッグやったらね、連チャン中の2回目のビッグかな。55ゲーム以内の裏技使えるんですよ。それをねちょっと今日やりたかったんで、まああとね今日ちょっと出したい、まだ動画で出したことないのが、あでも中段チェリーのこのもう一個下がったやつ、リップベルブドウ、ここ止まらないんですけど、これがだから中段チェリーのこぼしでどうも出るっぽいんで、それ一回出しみたいな。これほんまね、このベル中段の形止まんないんで、まあ、あとはねここのトップランプ、多分見えないと思うねんけどが V に光るチェリー重複とかの時に赤くもなったりするのかな、それみたいですね。チェリー7回目、よくねチェリー、もう円着当たって、8回目、ああ助けてくれよチェリーで。おお、先ペカかな。640ゲーム、ああもうここはね景気よくくわっ、よし危なー、もう飲まれかけですわ、もうほんまあと100枚ないぐらいのとこでね、なんとか当たった。さあ行きましょう、もうあんだけハマってんから、だいぶストックしたと思うねんけど、いろんなとこから押し行こう。今あれしたね、ここ基本ブドウテンパらないんで、来たぞ15ゲーム。さあもちろんここはブイッカーバーサーズ、よしよしよし、あとちょっと今の当たり方、多分7をアバウトに枠内狙ってたんですけど、滑って当たったんで、多分ね1枚役で当たったんじゃないかなと思います。おそらくそれビッグね、濃厚みたいなんで、今日はもう今はいいよ、ボーナス頂戴、来た、一応ベル狙って2回目いいなって今、いやーこれなんか嫌やな、連チャン中に流れ変わりそう。いやまた来た、リベンジベルを、さあチェリーを頼む、殴ってやりたい。嬉しい。
106円。耐えた耐えた耐えた。いやもう今のは完全にもうハマることを覚悟してました、まあ、少なくとも300ぐらいは当たらへんねやろうなみたいな。いやーよかった。今1050ゲーム行ったんですけど、移動が 5.4、 あーめちゃくちゃいいので、キー重複チェリーが 65.6 分の1、まあ、ただあのチェリー重複は0、うん、でビッグが4、レグリーで264分の1の528分の1が1176分の1という感じでございます。いやーまあ打つけどなんだろう、このブドウだけよくてボーナス悪いアンバランサは中間じゃないのかい君そんな気がする。気持ちいい。外れました。14ゲーム逆押し。まあまあまあ、まあ、連チャンやからね。でベール狙うときは赤7、2つあるんですけど、そのどっちも上にベールあったと思うんで、7をちょっと遅めに押せばベールは狙えます。分かった。153ゲーム。さあ1ゲーム目あるよちょっと待て待て、左から行ってみるか。シェリケレ、あーでも分かんない。うん、かあもう今の光るやろ。おー来た、うん、外れた。14ゲームレギュラまあ、バーッとね島全体見てたんですけど、まあもうやっぱり良さげな台が何台かあります。まあそれ考えると多分ねこの台は6ではない、まあ、6ではないかもしれないけど、まあ、でも4、5ぐらい、まあ、上は可能性はあるかなというね、まあ現状そんな感じです。まあ、ブドウはね本当にまだ落ちてきてないんで 5.6 ぐらいかな。さあどこで当たるのか。また600まで出ていかんのやめてよ、もうマジでそれはねもうコインが持たない。うわー先ペか。419ゲーム。あー危ない。いやーこの台難しいなー
あ、来た。綺麗な一直線。さあ。よし、37ゲーム。ビッグ。ねえ、やっぱ連チャンするよね、この台。はい、100ゲーム超えました。2連チャン、これが限界なのか、この台のはい、今ちょうどね2000ゲームいったんですけど、ピック7のレグ5、それぞれ286分の1と、400分の1で合算が167、これ今1っぽいですね今で、ブドウが 5.68、 ちょっと下がったか。でチョーク、チェリーが0 、はい、今日もしかして1回もチェリーチョークなしで終わるチェリーチョーク0とかも犯罪でしょアイム打っとけってね、なるよね。ようわからへんけど、ハッピーのいいとこ全然生きてないっていうね。あー、初めてのチェリチョー来たー。いやー、中押しからでしたね。ずーっと見ときたいこれとこれの組み合わせずーっと見と、あ、いや、さあ、初チェリチョークはレイラどんなったんだ。ビッグでお祝いすぎよ。まあレギュラーやったんですけど、まあ、でもさっき言ったようにこのチェリーチョークね、初めてのやつがもしかしたら起爆剤になってこっから始まるかもしれないですからね。まあちょっと見といてください、しっかりそのざまを。よし、ね、あのまま100ゲームスルーしました。2連チャン、来た、おっしゃ、2回目ですね。96ゲームレギュラー、レギュラー、うわー、来た、行く、ブドウ、行くかな、ダブテン、あー惜しい、56ゲームレイラこの台チェリーチョークレギュラーしか来ないんですけどはい、まあまあいいよ、当たるようね、なってきたチェリーで、なので3回目。ちなみに重複率は 8% ぐらいかな、だいたいそんなもんです。いやー、それだとでも一吹き、ちょっとでいいから吹いてやめたいプラスで終わらせて、今320ハマってるけど、あーちょっと、マジか、間に合った、残り30枚ぐらいでした。あーレギュラー426ゲーム、いやこれはやろう。さあちょっとね、もうハマって、もうコインもねあんまりないんですけど、ここでなんとか連チャン狙っていきたいと思います。
ありがとう。スタジオ3ゲーム頼む。多分絶対絶対ビッグ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 。よし。いやー嬉しい。3ゲーム、もうここは気合でビッグくわっ。ナナいやー、あ、ちょっと当たってくれるかしたらね、粘れる、まあ、粘ろうかなとも思うんやけども。頼む。いやー、隣やったか。隣に座ってたら完全にハッピーになれてた。あ、お疲れ様です。はい、実戦ね、終わりました。まあ結果から言いましょうか。使用、まあ、著メダル500枚下ろしまして、最後流したのが224枚、なんで最終がマイナス276枚というね、まあちょい負けっすね。ビッグ1回分ちょい、マイナスということでね、終わったんですけれども、まあそうですね、僕のジャグラー3074ゲーム回してビッグ9のレグ11かな、うん、で、ブドウがね 5.87 ぐらいまで落ちちゃったんですよね、うん、で、重複してないチェリー、非重複チェリーが 60.3分の1、 で、チェリー重複が、なんと3回、うん、少ないね。これ多分さっき出したんですけど、重複率にして 5.55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 5
そんな結果でした。まあまあだからブドウをねずっと頼りにね追っかけてたんですけど、まあブドウが落ちるか他が上がってくるのが早いかみたいな戦いで、まあ、結局ブドウが下がってきたんでね、まあ最終予想はまあ中間ぐらいはねでもあったと思うんですよ。まあお店的に今日やっぱりあの日曜日なんですけど、この熱波市のお店のジャグラーもう最近ずっとちょっと日曜日がね強いみたいで、でまあ取材なんかも入ってたりして、まあ今日もだからハッピーが15台あって、まあ3分の1以上はねまあ4、5、6、6が必ず1台あるという、まあそういう内容やったんですけど、でそれ以外もね多分本当になんかもう2、3あたり下手したらもう1にないかなぐらいのね、まあちょっとベース高そうな感じでね最近動いてたんで、まあだから僕の台もまあ3もしくはね4あったんじゃないかと、中間はあったと思います多分。まあやっぱでも隣とかすっごい良くて、もう何番かな17の17ぐらいまで見たんですけど、もう僕が1回当たってる間に向こう2回ぐらい当たりますからねいやそれはハッピーやろみたいなね、もうだからやっぱちょっとそういうのもあってね、なんか寂しいな俺の代みたいな、ね、まあ最後までね頑張ったんですけど、まあダメージ少ないうちにねやめました。まあでもねハッピー楽しいなやっぱり、まだまだね出せてないプレミアムとかもあるんで、はい、またそちらもまあ何かこう、リクエスト等あればね売ってほしい機種とか、なんかまあ何でもいいんであったらコメントの方で、はい、ぜひお待ちしております。じゃあ今回の動画よかったらいいね、まあ、またチャンネル登録もね、見てる方はまだまだいると思うんですけど、ぜひ登録の方もよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。